農業はきつい、古臭いイメージが強いかなと。今の農業はまだ農業って大変だよねってイメージしかないと思うんですね。体が痛い、腰が痛い、何かの形でその今やってる人たちの負担を軽減できる方法はないかなっていうことで、まあ模索してたんですね。仕事で大変な時はやっぱ収穫の時ですかね。もう全部重労働だけどね。もう今年が3度ほどぎっくり腰になってですね、今までずっとやってきた作業ができない、できないっていうのがストレスですね。イノフィスさんが開発された製品 のマッスルスーツ、これを使って、まあ、我々の周りの農家さんたちと一緒にその課題を解決できるんじゃないかなと思って取り組みを始めました。だからこそこの話が来た時にすごい興味を持ちました。重くないのかなとか。興味はもうあんまないですな。やってみないとわからない。実際着てみらなわからんけん。ありがとうございます。で、何より実際使った人が楽になったって言うんですよね。やっぱほらお父さんたちとかもうずっと腰が痛いっていうのは聞いてて、今でもそれを言ってるけど、その感覚を長く味わわなくて済んだ。年取っても続けていけるのかなって思いますね。まあ大げさな言い方ですけど、多分次の時代に向けた取り組みなんだと思うんですよね。いろんな人とこう連携してアイデアを出し合ったり、その足りないものを補い合って、じゃあこうやったらできるんじゃない、もっとこうしたらいいんじゃないっていうのをこうやっていくっていうのが大事なんじゃないですかね。楽に作業ができればイメージも変わってくるし、自分も進められるじゃないですか。農業が未来のある農業に変わっていくんじゃないかなと思うんですけど、こういうその日本の技術を使うともっと楽にできるよ、あ、だったら俺もやってみようかなっていう人たちが一人でも多く来てくれることをやっぱ願ってるんですね。サステナブルとか持続可能なとか言うとすっごく難しい感じがするけど、そんな難しいことじゃなくて、いかにこの日常を続けるかっていうか、その日常を続けるためにはどうしたらいいんだろうっていうことが多分答えなんでしょうね。